5月の壁面掲示です。すべて子どもたちと一緒に作りました。アジサイとカタツムリがメインになっています。アジサイの作り方の動画もあります。コメントの URL をクリックしてください。アジサイはこんな風にワンポイントで使っても季節感が出ていいと思います。カタツムリは図工人さんという方のホームページを使わせていただきました。ホームページのアドレスがコメント欄にあります。型紙がダウンロードできます。この型紙を加工して子どもたちが切って作れるようにしました。時間がなかったので殻の部分を茶色一色にしましたが、ここに好きな模様を描くといいと思います。雨粒ですがスタンプのように押していきました。発泡スチロールを雨粒型に切って、トレーに布を入れ、水溶き絵の具をつけて押していきます。絵の具の濃さを調節することで雨粒が降っているような感じにしました。カタツムリが張っている緑の線はスポンジローラーに絵の具をつけて転がしたものです。銀色の雨粒は銀紙で雨粒を、取り除けテープで雨の線を作っています。それを隠すように雨雲をつけました。これは習字を貼っていた運河紙です。少しテープを剥がしたところもあります。全部まとめて貼るとこんな感じになりました。もうちょっと子どもたちの文字などが入っていると楽しいなということで、アイデアをいただいて今詩を募集しています。子どもたちが考えた詩を雨粒に書いてもらい、それを掲示する予定にしています。来週には仕上がります。どんな掲示になるか楽しみにしています。